読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発、小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。入りました、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている小野崎。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー大野、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。高めの球ストライクになります。147キロ、いい配球もあります。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、クリーンナップが登場します。バッター丸、ツーアウトランナーありません。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。2球目は何で来るか。2球目も決まります。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そして舞う吉田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている亀井。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは3番の浅村。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、インサイド空振り、スピードボールを持っています。これが2球目、変化球、これは胸元へ、あっという間にツーストライクです。インコース詰まりました。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打席には5番バッターロペス。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。打ちました。バッターボックスには指名打者の浅村。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。バッターボックスには6番松田。ツーアウトになっています。この回の大野、早くもツーアウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。高め、ストライクになります。高めの球、ストライクになります。ワンボール、ツーストライクと追い込みました。引っ張った、目は何で来るか。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。2回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まります。バッターは松田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。石さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。インサイド打った。バッターは DH 鈴木。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、上がった。6番バッター村上、ツーアウトになっています。高め変化球空振りです。
めの変化球です。打った。次が4球目ファウルになります。インサイドファウルボールです。ワンボールツーストライクです。球目は何で来るか。変化球空振り。3アウトチェンジ。3回に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは西川。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。初球ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。インコース高めのストライク。4球目は何で来るか。さあ追い込みました。まあ、もう1球は外してもいいので、インコースの食い込んでいくボールが思い切って投げ込めるかですね。インサイド打った。さあそしてバッターボックスには甲斐が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあ、ここまでしっかりゼロで抑えてきてますからここも大丈夫でしょう。なるほど、そうですよね。これはナイスボールですね。はい、高めのストレート、ストライク。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。うちのボール打っていった。ジャイアンツの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは相澤。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃。バッターボックスには代打の森。変化球打った。さあそして打席には青木が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。まあ決めればサヨナラですからね。もうここで決めてしまう。ランナースタート。外側打った。ホームイン。サヨナラ。なんとサヨナラで決着。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリー